こんにちは、速稼塾の方です。かっこつけと見えっぱりね。これね、こういう質問が来ると思ってさっきの動画出したんですよ。どうやったらかっこつけずに済むのか、どうやったら見えを捨てられるのか、非常にシンプルなエクササイズがあります。多分ほとんどの方は試してみようとも思わないと思いますよ。さあ、それではね、どんな方法がかっこつけ見えっぱりから脱出して自分を新たなる自分に導いてくれるのか、それはですね、驚くべき簡単な方法です。しかもこの簡単な方法はほとんどの人がやらないんですよ。できたら大したもんですよ。それはですね、非常にシンプルですよ。今お住まいの、あなたがお住まいの家ありますね、マンションかもしれません。お隣の人とお茶を飲んでみてください。お隣の人とです。いかがでしょうか。右隣の人とお茶を飲んだことがあるんだったら左隣に行ってください。左隣の人とお茶を飲んだことがあるんだったらお迎えに行ってみてください。まあ向こう三軒両隣って言いますけども、両側と正面、もしくはマンションだったら同じ階の人2人か3人ね、こういう方と実際にお会いして家にあげてもらってね、もしくは自分の家に招いて10分でも20分でもいいんで一緒にお茶を飲んでみてください。そしてですね、雑談、テーマは何でもいいです。自己紹介でもいいです。これできますかね。かっこつけにはできないですよ。これね、なんでこういうことを言うかっていうと、私はね、訪問販売を5年間やってまして、そうなるとですね、お隣さん伺うどころじゃないんですよ。さっきまで知らなかった方に商品を売るわけですよ。こんにちはって言ってね、ドアを開いていきなり出し抜けにその人の生活に割り込んでいって、どうもこんにちはと、広島から来ましたみたいなことでね、始めていくわけですよ。お宅こうこうこうですよね、今ねこれが29,800円なんですよ、ぜひね今日のうちに済ましておいてください。じゃあお願いします。契約時間まではわずか3分です、私の場合はね。で、作業時間は2時間から3時間、長い時は4時間です。ずっとそのお宅にいて作業をしてるんですよ、サービスをしてるわけなんですよ。で、終わった頃には領収書とその他書類を置いて去っていくということですよね。顔写真入りのカードを置いていくこともあります。ですんでね、後から何者が来たのかってことははっきりわかるわけなんですよ。で、これをね、これを飛び込みをですねするときはどうすることかっていうと、自分の主義主張を話していては相手に受け入れてもらえないんですよ。相手の方が何に困っているのかを正確に察知して、どのような付き合い方をすればその人が一瞬にして気に入ってくれるのか、これをマスターしないと訪問販売はうまくいかないんですよ。ただでさえ訪問販売、いやーもう本当に印象悪いわけですよ。その印象の悪いところにあえて入っていって、それでもね契約を取ると。で、私の契約のペースは1日に少ない時で2件、多い時で4件です。で、1ヶ月作業してきて、その訪問販売をしてきて取れなかったことが1ヶ月に1回あるかないかですね。それを5年以上やってきました。それがね、29くらいから始めて33、4ぐらいまでね、毎日でしたね。で、土曜日と日曜日は休みたいので、まあ、金曜日に4件ぐらい上げて、1件だいたい2万5千ぐらいで契約させてもらったんで、だいたい1日で目標金額は10万円ですね。4件もあると10万円ですから。で、お客様に喜ばれてチップをもらったりとか、あ、軽トラック使わんかとかね、言われたりとかね、これ持って帰れって言われてね、いろんなお土産もらったりとか、おにぎりもらったり、飯を食わしてもらったり、中には風呂を入れてくれる方もいるし、泊まっていけっていう方もいますね。うちの孫娘もらってくれみたいな人もいましたね。営業場所は広島県県北部、島根県、山口県、そして広島県の瀬戸内海、まあ、あの能見、沖見、江田島、あの辺りですね。まあ、こういうふうな形でね、訪問販売は私の経験の中でビジネスをかなり、ランクアップさせてくれた経験でもあって、本当にね、お客様に感謝なんですけども、まあ、それから随分ハードルを下げて、自分のカッコつけを捨て去って、本当にビジネスにね、ビジネスに向き合おうと思ったら、人間関係に向き合おうと思ったら、このお隣の方とお茶を飲むというね、もう売り込まなくても何でもいいんですよ。お茶を飲むだけですから、むちゃくちゃ簡単じゃないですか。だって誰かとお茶を飲む瞬間ってみんな普通にあると思うんですよ。それをただお隣さんと飲むだけですよ。明日にでも行ってみるといいと思います。明日おはようございますって言ってね、ちょっと今日お茶飲みませんかっていう風なアプローチにするのかどうかは分かりませんけども、何がしかのアプローチでね、信頼関係を一瞬で勝ち取って、そして家にあげてくれる、もしくは自分の家に来てくれるみたいな関係を作れるかどうかです。これ相当ね、
かっこつけをなくさないと、見栄っ張りをなくさないと、そうはいかないんですよね。警戒されたらアウトなんですよ。しかも、人の印象って最初の3秒で決まりますから、最初の3秒でアウトだと、もう完全に話はできなくなります。しかも永遠にできなくなります。あとね、普段、どんな付き合い方をしているのかにもよります。まあ、顔を合わせたら挨拶するぐらいだと、もしかしたら家にあげてくれないかもしれませんね。挨拶をする上にですね、最近どうですか、元気ですかみたいなね。私この前ね、旅に行ってきたんですけども、お土産受け取ってもらえませんか。こういう関係を普段から作っていくと、ピンポーンって言ってからね、こんにちはって言ってね、今日ちょっと話したいことがあるんで、5分ほどいいですかみたいなことで、おー、いいっすよ。そういえばね、話したいと思ってたんですよ。この前もなんかいろいろお手伝いいただいたんで、お礼をしなくちゃいけないと思ってたんです、みたいな形で答えが返ってきます。まさに自分のことを、どんどんね、なんですか、見栄とか、外文とかをね、捨て去っていかないと、普段の暮らしってものも、なんかね、向こうが声かけてきたら声返すんだけどね、とか、周りの人が自分に興味持ってくれたらこっちもね、なんかアクションするんだけどね、みたいな、偉そうにしてると、これはうまくいきません。先手で挨拶するのは、いつも手下の自分だという意識なんですね。誰に会っても先手で挨拶。そういえば小学校の時、先手で挨拶みたいなことを、なんか学校の標語であったような気がするんですけども、小学生でもできるわ、みたいな感じですよね。でもなぜかね、二十歳三十になると、自分が何者かになったような気がして、人とすれ違う時でも、向こうが挨拶してきたら、返事ぐらいするんだけどな、みたいなね。いつの間にかこういう大人様になってるわけですよ。いやー困ったもんですね。だからね、どちらかというと、こちらの方から声をかけさせていただく。例えばね、チャンネルと、YouTube で言ったらチャンネル登録が1万人以上になっても、チャンネル登録100人ぐらいの方のところに、ちょっとお邪魔します。ちょっと動画ほんと見せてもらって感激したんですよ。僕とお付き合いしてもらえませんかみたいな感じで、へりくだっていけるかどうかっていうところがすごくポイントなんですよ。でも、大勢の人はね、YouTube をやってる方、自分よりもチャンネル登録が多い人に、なんとか気に入ってもらおう、取り入ってもらおうと思って、あちこち行ってね、アプローチかけたりとか、コメントいっぱい書いたりとかして、何者なんだっていう感じですよね。これはちょっと YouTube の件でね、ちょっと狭い世界のこと話しましたけども、いや、本当にね、ランクが上とか下とか関係なく、自分よりも強そうな人とか、人脈持ってそうな人とか、金持ちみたいな人に、もうなんかね、やらしいですよね。打算を持って近づいていくみたいな。そうではないんですよ。もう数字なんて関係ないんですよ。もう自分が気になった人、気に入った人、それはどんな持ち物だろうか、どんな人生だろうか、男性だろうが女性だろうが、体力があろうがなかろうがね、そんなことは関係なく気に入ったという、その気になった気に入ったというね、その一点についてもうね、波長が合うわけなんですよ。だからね、花よりもさんは気になるやつだったんですよね、私にとって。小野田さんにとっても気になるやつだったんですよ。で、私は本当にね、感謝してるのは、花よりもさんに受け入れていただいて、こういうような動画のね、リレーもさせていただいてね、本当にもったいないことだなと思ってます。ですので、これからも、精一杯の恩返しを10倍返し、20倍返し、100倍返しでできるように、花よりもさんには向かっていきたいなと思いますし、このね、老体の身がですね、花よりもさんの、まあ、ステイシーになれるんでしたら、喜んで飛び込んでいきたいなと思う次第でございます。本当に今日もね、お忙しい中動画撮っていただきましてありがとうございました。非常に感激して、本当にもったいない気持ちでいっぱいです。まあ、ですので、これからもね、動画一本一本、花よりもさんに見られてると思って、心の底から身を引き締めて、やっていこうかと思います。ゴゴ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 ってね、こうやって現れますよね。なんかね、なんですか、スタンド使いが現れるときって、大体こう顔が隠れてますよね。敵か味方か分かんないみたいな。ゴゴゴゴゴゴ。私は味方です。味方です。じゃあ。